堺駅、愛知県。堺駅は、愛知県名古屋市中区堺三丁目にある、名古屋市営地下鉄の駅である。名古屋市の中心部堺に位置し、名古屋市営地下鉄においても、用となる駅である。名城線北部駅、つとむく栄管区駅が管轄する駅であり、堺駅から大曽根駅までの各駅、久屋台通駅を除く及び上、飯田駅を利している。 東山線と名城線が乗り入れる。東山線には H10、名城線には M05 の駅番号が付与されている。また、名古屋鉄道、名鉄瀬戸線の栄町駅と乗り換えが可能であり、地下鉄久屋大通駅とも地下街などで連絡している。地下駅。東山線は、島式ホーム1面2線、名城線は、相対式ホーム2面2線である。なお、 行き先記述は駅の案内表示に合わせている。ホーム中央付近の柱両側に広告用の液晶モニターが設置され、動画広告や文字ニュースが流れている。他の地下鉄ホームでの実験と異なり、音声も流されている。また、高畑方面の東側壁面にスクリーンが設置され、プロジェクターを利用した同様の動画広告が放映されている。 2007年4月に上下線の線路を分ける柱の間、ホーム中央付近に2本の棒を渡し、そこに広告用のスクリーンが取り付けられた。プロジェクターを使って東山線と同様の動画広告を放映している。堺駅は建設当初から乗り換え駅となる構想があり、それを前提に設計されたため、非常に簡単に乗り換えができる。 朝のラッシュ時間帯は、畜産駅から名古屋駅にかけて発車が遅れることが多く、栄駅でも停車中の列車に、後続列車が追いついて、手前で停止することがしばしばある。終電近くになると、東山線と名城線との相互接続を行うため、当駅で数分程度停車する列車がある。元山駅においても、同じ理由により一部列車に見られる。 東山線ホームは古い構造であるため、天井が低く、やや圧迫感がある。また、利用者が非常に多いにもかかわらず、島式一面の強硬なホームであるため、曜日、時間帯を問わず、全般的に混雑している。周辺に広大な地下街が広がり商業施設が密集しているため、コンコースから地上へのエレベーターの設置が難しいのが、 構造上の難点として挙げられる。3番ホームと1.2番ホームを行き来できるものは、あるが4番ホームから東山線にエレベーターを利用して乗り換える場合は、一旦南西改札口の柵を駅員に開けてもらい、段差解消用の簡易エレベーターで地下街に出て東改札口から再入場しなければならない。地上へのエレベーターは8番出入り口のサンシャイン、堺か中日ビル。 もしくは、オアシス21のいずれかを利用することとなる。ただし校舎二つは早朝、深夜帯の利用制限あり。栄駅名城線ホームに進入する列車は、警敵の水命が義務付けられている。東山線、名城線ホームともに、駅手前に標識があるが、東山線は、ホーム柵が設置されているため、基本的に警敵を鳴らさない。 1965年10月15日の、名城線開通から1966年2月1日の、料金、運賃改定までの3ヶ月半、東山線20円、名城線10円、いずれも大人の乗り切れ制であったため、両線間に連絡改札口が設置されていた。1957年に、東山線が当駅まで開業してから1960年に、 池下駅へ延伸されるまで、本線を暫定的に建築として使用していた。その名残で、池下、藤ヶ丘側のトンネルは若干幅が広くなっている。名城線の駅の中では、最も多く、東山線の駅の中では、名古屋駅に次いで2番目に多い。ただし、蒸気の数値に乗り換え人員は含まない。 名鉄交通広告の公式サイトによると、当駅の2008年度の1日平均乗降客数は196,185人で、ある。また、当駅の乗り換え駅である名鉄栄町駅を含めた1日平均乗降客数は、2008年度が237,394人、2010年度が239,015人で、ある。栄は、 名古屋市最大の繁華街である。100メートル道路、久屋台通に沿って、矢場町から、栄駅を抜け外堀通りまでは、都市公園、久屋台通公園となっており、広域に及ぶ。公園内には、名古屋テレビ塔もあり、各種イベントが盛んに行われている。栄駅付近の広小路通、愛知県道6号名古屋長久手線の地下、東山線栄駅は、 西木通りの地下に位置する。オアシス21の地下、吹き抜け構造、境駅から、テレビ塔周辺までのヒサや大通公園地下など、境には広大な地下街が広がる。松坂屋、丸江、三越といった、名古屋の 3M とも呼ばれる、百貨店、名古屋駅にある、名鉄百貨店を加えて 4M ともいうが揃い、八バ町方面にかけて、パルコ、ナディアパークなどの大型所。 ング施設が続く。近年、大津通沿いに高級ブランド店が続々と進出し、国内屈指のブランド街ともなっている。さらに外資系のインテリアショップや高級家具店も相次いで進出しており、さらなる拡大を続けている。夜も賑やかであり、ネオンで彩られる。名古屋の二大繁華街といえば、エイト、名駅だが、境エリアはとても範囲が広く、地元の人は、 福島、栄、西木、住所は栄には属さない。山町、東新町、住所としては、東桜、新栄の一部を含むなどと、エリアごとに呼び名を使い分けている。また、栄エリアを大阪と同様に、栄北、栄南と分けて呼ぶこともある。広小路や大津などと数々の通りの名を用いて呼ぶこともあり、栄エリアには、たくさんの通称が存在する。 栄エリアは繁華街と同時に三つの観楽街も有しており、当駅の北西側の錦木3丁目、金山、南東側の女子大小路、栄右往復街、南西側の住吉、プリンセス大通といった観楽街がある。愛知県立美術館、愛知県芸術劇場などが入る大型文化施設、愛知芸術文化センターと NHK 名古屋局、オアシス21、 名古屋テレビ塔、堺のテレビ塔もこの近隣にあるが、この方向、当駅の北東側は、観楽街にはなっていない。2002年10月11日にオープンして、堺の新名所となったオアシス21には、バスターミナルも設置されており、名古屋市中心街では、名古屋駅前に次ぐ、バス交通の要所となっている。名古屋テレビ塔、 坂のテレビ塔は観光スポットであり、テレビのデジタル化に伴って、テレビ電波送信塔としての役割は、瀬戸デジタルタワーへ譲ったが、夜間のテレビ塔へのスポットライトも街を彩る。江戸時代は、名古屋城下を南北に走る本町2を中心とし、広港寺2、愛知県道65名古屋長久手線、東西の筋までの範囲を五番の目状に整備した町である。 第二次世界大戦前は、商業中心地は、大須観音の門前町でもある、本町通沿い、大須、上前津方面に広がっていたものを、戦後の復興計画として、名古屋駅から真東に、幹線道路、桜通、国道19号と、下鉄東山線の建設、当初開業区間は、名古屋駅、堺井駅間である。また、は、 地下鉄建設の際に拡幅されており、東山線は西木通りの地下を通っている。久屋台通を整備し、ここを商業中心地として再開発したものである。東駅のすぐ西側を南北に通過する道は大津通りである。名城線は久屋台通の地下を通っている。最寄り停留所は坂江バスターミナルとなる。乗り場は噴水南乗り場、 オアシス21乗り場、広小路2、愛知県道60号名古屋長久手線上の路上に分散して設置されている。以下の一般路線バスと高速バスが乗り入れており、名古屋市交通局、名鉄バス、豊山タウンバス等により運行されている。従来からの高速路線バスの発着はすべて栄え、バスターミナルもオアシス21乗り場となる。なお、オアシス内の案内書は、 現在、三重交通の切符売り場になった。高速ツアーバスからの転校組であるウィラーグループは、久屋大通公園の愛の広場に、バス停を設置している。長距離路線を中心に名鉄バス、または JR 東海バスと他の事業者が、共同運行を行っている巣が多い。境近辺の市バス乗り場は、オアシス21バスターミナルが、共用開始されるまで路上に広範囲にわたり、 分散して設置されていたため、オアシス21バスターミナルが共用開始されるのを機に、栄交差点付近設置されていたバス停の名称を変更して整理した。なお、高速1、栄江21、栄江23系統の栄行駅は、矢場町から久屋台通を経由するため、栄大月大駅バス停には停車せずに、噴水南バスターミナルに入る。 栄大月待機バス停に停車するのは、幡町から大津通りを北上し栄交差点を左折して名古屋駅に向かう C758 系統と同じように栄交差点を左折していた5十号系統、妙見町名古屋駅前をルーツに栄十18系統のみである。また、名鉄バス名古屋、津島線は、市バスと同調し広小路坂バス停に 名称変更を行ったが、機関バス本地ヶ原線は隣接する、バス23番停、機体機、機関2号系統が、停車が名称変更しなかったため名変更を行わなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。